こんにちは、粟田洋介です。今アニマルアート&グッズフェスタというイベントに参加しております。場所は松坂屋上野店、期間は9月の9日から14日までです。詳細は下の概要欄に載せておきますので、興味のある方はぜひご覧ください。というわけで私の売り場を少し紹介したいと思います。これは手書きのパーカー、裏と表袖にも書いてあります。両袖ですね。これは半袖のボタンシャツです。以前の作品に比べて最近の作品、結構絵の具の量もすごい使って時間もかけて描いています。楽しくなりそうな色合いですね。それからこっちはコトチーノさんとのコラボ作品ですね。あとクッションカバーも手書きしました。そして今回は白いパーカー4点、白いボタンシャツも4点用意してあります。それで今回は絵画の方もたくさん展示させていただいております。ここ数年は猫モチーフの作品がとても多かったんですけど、今回は猫がモチーフ以外の作品も展示させていただいております。新作もいっぱいです。これは今回展示している一番大きい作品です。そしてこれクッションカバー、 T シャツ、これはレディースの T シャツで、肩のところに絵が描いて、まあ両袖にこんな感じで絵が描いてあります。で、今年は白にカラフルバージョンで裏表袖までぎっちりっていうのを多く用意してます。で、これはショルダーバッグ、こうやって開けるとダラーンって感じで、こんな感じで出てきます。で、今回ちょっとグッズが少ないんですけど、これ初日の朝の映像で、会期中どんどん作品を描きますので、初日と最終日ではもう品揃えが全然違う、何度来ても楽しい売り場にしていきたいなと思っています。で、この映像はショルダーバッグにラクダの絵を描いているところで、表はこんな感じで出来上がったんですが、バッグを開けるとその内側にはタラーン、エジプトの美女風、そういうのが出てきます。このショルダーバッグは初日にお嫁に行きました。ありがとうございます。ゾウさんとインド風美女のトートバッグも描いたんですが、写真とかビデオに撮るのを忘れてしまいました。あとこういうデイパックも描きました。あとこれご注文いただいた T シャツなんですけど、実は鮮やかなブルーに蛍光色で描いたんですけど、こんな色になんか写真が撮れてしまいました。亀の好きなご主人への誕生日プレゼントだそうです。お誕生日おめでとうございます。これは別のご注文なんですけど、小さな額の絵でカメラではありません。皆様ご注文いただきありがとうございました。アニマルアート&グッズフェスタ、私の他にもいろいろなジャンルの素晴らしい作家さんが参加しております。松坂屋上野店本館6階祭事町にて9月の14日まで開催しております。ご興味のある方はぜひお越しくださいませ。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。